その平田が試合中に気づいたこと。今、ホームランばっかり出てますけど、その前に赤星がね、ミスした時のね、あれ豊がバックアップ行ってんだよね。平田が感心したのは9回裏、サヨナラの危機に陥るきっかけとなった赤星落球の場面。ファーストランナー谷繁はトップスピードで走る。その赤星の重大なミスを背後からカバーした男、ライトから駆けつけた中村豊、中日のサヨナラ勝ちを阻んだ。もうこれがね、全てですよ、常に赤星正面のライナーだなと思って、普通はバックアップちょっと緩めるんだけど、豊は言ってたからね、このホームランだけじゃなくて、そういうね、見えないところでのね、全力プレーっていうかね、決してそういうちっちゃいことを怠らないっていうところがね、彼のいいところですし。あの9回裏、小さなプレーを大切にしたことが、中村自身を球史に残るヒーローにした。言葉に出ないっていうぐらい興奮したんですね、はい。もう打ったのは嬉しかったですけど、みんながあんだけ喜んでくれるようなホームランだったから、そっちの方が嬉しかったですね。いやー、一生懸命やったらいいことあるなってつくづく思いました、はい。間違いなく今季一番の死闘、岐阜はかえってチームの結束を強めた。中日に引導を渡したこの勝利、それは虎を栄光へと導いた。雲って分かります？空の雲なんですけど、雲っていうのは何ていうんですかね、気ままで、晴れる時はないですし、泣きたい時は泣くし、怒ってる時は雷とかね、そういう自由気ままな雲が好きっていうのはありますけど、はい。中村豊選手はプロ入り10年目、守備固めなど主に試合の後半に登場する、いわゆるスーパーサブ。そんな普段は目立たない存在の彼が、今年の優勝を引き寄せる一世一代の大仕事をやってのけました。雲のようになりたいと語る男が強烈な輝きを放ったのです。いや、もうみんなが、もう打ったのは嬉しかったですけど、みんながあんだけ喜んでくれるようなホームランだったから、そっちの方が嬉しかったですね、はい。人生最高の日じゃないですかね、はい。2005年9月7日、2ゲーム差で迎えた絶対に負けられない中日との首位攻防、天王山は1点を争う緊迫したゲームになりました。9回、阪神はワンアウト満塁の絶好のチャンスをつかみます。二塁から中村選手が果敢にホームを狙います。しかしこの判定に温厚な中村選手も目に涙を浮かべ抗議しますが、覆りません。自分の中でもベースにタッチしたっていうのは完全に分かったんで、タイミング的にも全然セーフだと思ったんですよ。悔しかったですね、はい。まず打ったバッターに申し訳ないですし、でチームにとっても1点でも多く取りたいっていう、岩瀬から取ればまたチームが乗るっていう、そういう状況だったんで、1点がすごい自分の中で悔しかったです、はい。中村選手は96年明治大学からドラフト1位で日本ハムに入団。ガッツのあるプレーをして、そして何かをやらかして、こいつは面白いなと思われるような選手になりたいと思います。徐々に出場試合を増やしていた中村選手ですが、そんな彼に突然転機が訪れます。それは子供の頃から大ファンだったチームへのトレードだったのですが、まあ、正直ちょっと裏切られたっていう気持ちもあったんですけど、まあ、ちっちゃい時は阪神ファンで、大阪出身 でその時の監督は星野さんで、悪い条件は全くないのに、ちょっと戸惑いは正直ありました、はい。移籍1年目から貴重な右の代打として活躍。大阪出身で阪神ファンだった男が甲子園を駆け回ります。そして憧れのお立ち台にも上りました。
しかし去年はシーズンのほとんどをファームで過ごすことに。辛い時期は正直ありましたけど、まあ、一生懸命やってたら誰かが見てるっていうことをよく聞いてたん で周りの人もすごい励ましてくれたし、もっと辛い思いしてるっていう人は絶対たくさんいると思うんでね、まあ、それぐらいのことで腐らないっていう気持ちは強かったと思います、はい、決して腐らず全力プレーだから本当に悔しかったのです。そして9回裏、またまたタイガースにとっては納得できないプレーが起こります。度重なる不利な判定に猛抗議、監督をかばう形で平田コーチが退場となってしまいます。平田コーチは大学の先輩で常に目をかけてくれる存在でした。僕監督が退場だと思ってたんですよ。で聞いたのは多分ね、そのもう一回守りにつく寸前に平田さんが退場っていうのを聞いたんですよ。チームのためにね、先頭だって出てたんで何とかしようっていうのはすごいありました。判定に納得のいかない岡田監督は選手をベンチに引き上げさせます。没収試合覚悟の行動はどうしてもこの試合は落とせない気持ちの表れでした。再開後すぐに同点とされ、さらに信じられないプレーが出ます。名手赤星選手のエラー。しかしこの時チームを救う中村選手の隠れた大ファインプレーがあったのです。赤星がねミスした時のね、あれ豊がバックアップいってんだよね、宇宙間、まあセンターほぼ正面のやつをね、豊が取ってカットに投げて一塁ランナーはホームまで行けてないんだよね。もうこれがね全てですよ、うん、常に赤星正面のライナーだなと思って、普通はバックアップちょっと緩めるんだけど豊は言ってたからね。中村選手の隠れた好プレー、しかしピンチは続きます。ここで岡田監督が就任後初めてマウンドへ向かいました。守護神久保田投手に対して激しく檄を飛ばします。その檄に久保田投手が応え、試合は延長戦に。11回、先頭バッターは中村選手。バット1個も振ってなかったんですよ、確か。ファールも空振りも何もしてなかったんで、なんとか振らなきゃいけない、見送りだけは絶対しないっていう、そういう強い気持ちで 2-3 のカウントを迎えたのだけは鮮明に覚えてます、はい、カウント 2-3 からの6球目をフルスイングします。打ちました、いい当たり、高く上がった、レフトに上がった、レフトバック、レフトバック、フェンスイン、入ったか、入った、値千金、ホームラン大賞、やった。中村選手は一世一代の大仕事をこう振り返ります。ファールと思ったんですよ、一瞬で、レフトフライと思ったんです。本当に入ると思わなくて、だから本当にびっくりしたホームランでした。あんまガッツポーズとかしないという人間なんですけど、思わず何回も出てしまいました、はい、言葉に出ないっていうぐらい興奮したんですね、はい、全員が自分のことのように喜びます。しかしあの人の姿はありませんでした。ベンチに入れなかったっていうのは寂しかったですけど、もうモニター見てね、本当にね涙出ましたね。もう万歳しましたよ、すごい喜んでてくれて、もうあんま泣かないんですけど、泣いてもないんですけど、ちょっと目に込み上げそうな気持ちはあったですね、はい。雲はいろいろ形を変えます。中村選手もいろいろなプレーを見せてくれます。きっと彼が雲に憧れるのは、プロ野球選手としての自分に重ね合わせているからなのかもしれません。